はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファイナルファンタジー15エピソードアーデン続きやっていきます。結局簡単にお金が貯まったんで、ここに売ってた帽子を全部買ってみた。これがデフォの帝国最小の帽子ね。で、この前買ったのがこの工事現場のアーデンね。で、ハンチングっていうのは、なんだろうね、これ。読書が好きそうなアーデンで、これはなんだろう、西部劇風なアーデンで、で、これはなんだろうな、手品でもしそうなアーデンで、海賊王を目指してそうなアーデンとね、いろんなね、帽子でね、スタイルアップができるんだけど、ただね、いろいろ買ったんだけど、結局のところパラメーター上昇が一番いいのは安全第一アーデンなんで、これでやっていこう。で、そうそうそう、向こうのビルの上にある、今度はガーディアンか何かを倒しに行こう。で、マップとか見てたらね、しょっちゅうこの王と警護隊っていう若干強いやつらがリスポーンするみたい。どこ見てる？脆いな。おっと、いた。この技爽快だよな。ファントムソード召喚したノクトでも使えても良さそうな技だ。さてと、こんなもん、こりゃ修理が大変そうだ。上はどうかな。どの辺まで行けるんだろう。こっちか。あったあった、マジックタンク。とまたか。遅い遅い、どこ見てる。よいしょ。パリーとかも自動でやってるな。はい。どうした、ビビってんのか。まあね、因果応報だからね、因果応報なら仕方がない。実際言ってることは間違ってない。アーデこれで最後おしまい。そして、あれ、これまだ壊れてない。よし、まだ来るか。リフリート。リフリートのね、サポートにもね、まだ枠があったからね、別の技があるのかもしれないな。第一の召喚を発動させるのは、これならソムヌスを呼び出せるかもしれない。ソムヌスと対峙できるか。ってことはヤシャオ、ちょっと帽子で台無し感はあるけど、強いから許してほしい。今の顔すごいな。よし、オッケー。 G 地区のエリアを制圧。どれどれ、ここの帽子ショップにも行ってみるか。こちらの準備はできている。その調子で頼む。パラメーターもチェックしつつ、もう実は半分以上埋まってるんだけど、適当にバンバン埋めていこう。おや？ああ、自販機で普通にお買い物もできるんだ。なんだろうな、これよく見えないけど、120円って書いてあるね。
ちゃんとしてるな。これは何、これ鬼柄整骨院。行きたくない。お、ゴブリン棒か。え、何それ、かぶると HP が1になってしまう。いいことなくね。あ、本当に1位になった。え、いいことな。安全第一で行く。なんか全部買ったらいいことあるかな。死ねえ。あ、本当に弱くなってる。弱いな、弱い。ちょっとここの周辺のアイテムもいただいちゃおうか。よし、なんかそんな珍しいアイテムがあったわけでもないけど、回収 OK。 じゃあ次は、うん、こっち行ってみるか。目の前だ。ここをバーッと登って、いや、ノクトのシフトもこんぐらいできたら気持ちよかっただろうな。あ、逃げちゃった。ここだ。よし、守ってんのは大体全部ガーディアンか、同一のモンスター?モンスターと、モンスター呼ばわりしてもいいのかな?精鋭と呼べばいいか。おほほいのほいだ。危ない。踊れ。遅いね。なんかすぐに膝をつけてしまう、かなり情けないガーディアンたちなんだが、これは。なるべく後ろから攻撃をしたいんだけど、後ろが見えない。あれ、スカッタか。落ちた救世主、なんかゲットした。なんだ、増援ガーディアン。あ、なんか他にも種類があるんだ。プロテス。アーデンね、空中動きしちゃうとね、やたらどんどん上に飛んでっちゃうから、なるべく地上で戦おう。なんかガーディアンが回復の役割を担ってそうだから倒しちゃおうと思ったら、先にでかい方が死んじゃった。どこ行った？イフリートのファイガー。どい。神様の力はすごいね。どこ行った？なかなかね、表示されてるところを押しても反応しない。これでどうだ。シーチクオッケー。ああ、いろいろと解放されてる。
だいぶ破壊したけど、どうかな。良い感じだ。もしかしたら外側からの攻撃で障壁を破れるかもしれん。攻撃を開始する。至急退却を。その前にやることがあるんだよね。ちょっと王様を殺してくるよ。何？作戦と違うぞ。まあいいじゃろ、楽しく行こうね。こちらは？そっちは予定通りでいい。しっかり軍を引きつけておいてよ。さて、ソムニスの子を殺しに行くか。あっさりだ。今日はどうだ？この場所ない。敵はスロック装置を破壊して回っている。何者だ？正体は不明だ。おそらくかなりの手だね。しかもイフリートを従えている。陛下、万が一に備えてくれ。ソムヌスの子だって言われてもな、昔すぎてな。というかもうこの辺めちゃくちゃ日本語なんだけど、 SPIRA 証券とかなんかね、実際に存在する企業と実在する企業と似た広告や標識がたくさんあるんだけど。ういおいおい、ここまでしなくてもな。帽子ショップが2カ所あるな。ちょっと帽子ショップ見に行きたい。よいしょっと。おっと、アーデンです。いつの間にかスコアが40万超え。どのぐらいがすごいのか分かんないけど。弱いな、弱い。アイテムも回収しちゃおう。今日プラン 8.52%。 なんだろうな、イメージとしてはこういう広告とかは大半が英語であるような感じだったんだけど、すごくね浮いてるように見えてしまう。で、多分この向こうの方がなんだろう、レストラン街なのかな、結構入り組んでたから。でもちょっとアイテム多すぎてこれ集めるのめんどくさくなってきたな。帽子ショップ見ていこう。お金あるしな今、全部買っ、おいらないもの売ろう。やっぱアイテムちゃんと集めた方がいいかも。どの道お金が少し足りないんだけど、あ、足りてる。帽子コンプリートしたい。で、新しい帽子だ。ほい。おお、将軍かな。あサンタクロースになった。成人の帽子。んー、どうしようかな。そろそろ帽子変えるか。これでいこう。合わなくもない、合わなくもない。不審者言うな。あ、本当にこの辺完全に日本なんだが。期待外れた。ロイヤルカメラとかあるけど。充実おにぎり。わ、なんかすげえ。月の涙。よーし、なんとかこれで OK。 ここの一体のアイテムと帽子は OK。 間違った。アクティベーション、なんでもいいからアクティベーション。もう普通にコンプリートできそうだな。次はこっち行ってみるか。
上から行こうかな。移動が楽ちんだ。あらら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 、たまに無反応になるんだけど。え、これ破壊できんの？よいしょ。これ修理が大変そうだ。本当だよ。痛いぞ。よいしょ。行け。あーらら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 、ら、ら、ら、遅いね。どこ？変なとこで攻撃しちゃった。はあ、壊れちゃった。よいしょ、これも破壊して、さあここだ。よっ、痛いぞ。やっ、強いんだなこれが。こっちだ。よっ、やっ、やるな。痛い。よっ、基本的に何だろう、市街化攻撃は魔法でいうデスみたいなものか。今のところ一発で死んでるもんな、みんな。おしまい。よいしょ。あ、4人もいた。そうだ。遠慮しないで来いよ。結構硬い。踊れ。あ、これ物に刺さっちゃうんだ。遅いね。破壊の、また来ちゃった。早くこっち壊しちゃおう。よし。ここはルフソーレとの名の訓練守れる場所。ヒグリーと、このガーディアンはそんなに強くないな。先にガーディアンを倒しちゃいたい。このガーディアンチョコバが消えるんだよな。遅い遅い。動きが早い。がっかりさせないでくれよ。よし。これでよし。B 地区完了。あと3つか。ちゃんと死ねるんだ。羨ましい。帽子ショップ見てこよう。どれどれ。お、安い。 HP と氷耐性か。どれどれ。パイレーツ。おお、ザ・パイレーツって感じだ。アカデミック。卒業生かな。卒業生アーデン。まだこれでいいな。で、そうそうそう、新しいのが増えてるの忘れてた。ダークトルネード。AP が足りないか。これ。さあ、アイテムも、ちゃちゃっと集めちゃおう。アイテム回収 OK。 あと3つか。行っちゃおうか、このまんま。この方向。
あ、ここにも大型モニターが。こりゃ修理が大変そうだ。うるさいな。あったあった。まず親衛隊が来ちゃうかもしんないから、このタンクをぶっ壊しちゃおう。痛いぞ。もう一個。おしまい。ここはルシサオートの魔の国より、守らぬ芝所。さて、この技は普通に強い。ダークトルネド。あ、ちょっと、あ、ちょっと、あー、親衛隊に限っての強さだったかも。ガーディアンには普通に剣術の方がいいな。このガーディアン強いな。ドア。よし。神様の力はすごいね。てかひょっとしてこれ十字キー下で遠心に切り替えたりできるのかな。あ、遠心の攻撃を呼んでるのか。よし、もう一丁。リーチク制圧。そんなにないね。ちゃんと死ねるんだ。羨ましいよ。おっと、またか。使ってみよう。あ、違う、そっちじゃない。もったいない。だけど敵が来てくれた。ちょっと多いな。どうパリー。いや、パリーがうまいことできてるよ。ファイヤー。今もしかして荒ぬ方向にファイヤー撃ったな。どこを見てる。親衛隊が硬いというか、アーデン意外と体力がやばかった。勝て。さあ、おい、おい、でこの死骸化をうまいこと決めないとな。これでよし。んー、なーに、また増えた。イフリート。よし、オッケー。ルシスの兵士ってのはそんなものか。どうだ。危ない危ない危ない。親衛隊もそんな技してくるんだ。遅い
え、どんだけ来るの？俺を捕らえるんじゃなかったね。ファイヤー。危ない。よし。こんなもの？がっかりだよ。残り2つの地区はもっと硬くなってるかもしんないな。帽子ショップ行ってみよう。お？激辛料理フライハイ。ゲド卵ってなんだ？珍味？変わった店たくさんあるな。あ、タッカ。これ買えるかな、今あるもの売りっぱらって。これはギリギリ買えない。買えない。よし、じゃあ今回ここまでにして、この周辺にもいくらかアイテムが落ちてるんで、その辺集めてこの帽子買って、で、そしてあとはこのもうね、城の真正面にあるこの両サイドの増幅装置破壊して行ってみようか。よし、それじゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。